はい、改めまして、皆さんこんにちは。12月の市長定例記者会見、ここから始めていきたいと思います。もうあっという間に年末でありまして、今日も今入ってきましたが、疾病がちょうど今日クリスマスなんですよね。我が家でも、子どもたちに朝サンタさんからプレゼントが届いてまして、非常に賑やかな、朝から始まりましたけど、多くの市民の家庭、特に子どもを持っている家庭のところから、笑顔とか歓声が今日響き渡ったんじゃないかなというふうに思います。ちょうど気候も、暑すぎず寒すぎずというか、12月にふさわしい穏やかな気候で、気持ちのいい年末年始になればなというふうに思っております。まずいつも通りですね、少し前段で話をしていきたいなというふうに思いますが、最近の話題のですね、まず昨日ドリームベースボールイン磐田が行われまして、5年の名選手たちが20人ほど来てくださいまして、子どもたちが歓声を上げていたというか、これもいいプレゼントを、プロ野球機構さんの方からいただいたなというふうに思っています。前回開催したのが平成20年ということで、15年ほど経ったわけですけれども、授業は本当に素晴らしいなというふうに感じましたし、子どもたちに夢を届けてくれて、本当にプロの選手、OB たちの選手たちはありがたいなというふうに思いました。やはりスポーツの町磐田としては、この現役のプロの選手に触れるということも大切ですが、やはり往年の名選手たちに触れて、技術的にも、そして心的にもですね、気持ち的にもそうですし、成長マインドというのを大いに感じていただけるような場作りというのを、スポーツの町づくりとしてもやりながら、こうスポーツ好きとか嫌いとかじゃなくて、人間がこう成長するにはこういう要素が必要だよとか、こういうモチベーションとかこういう目標が必要なんだよなんていうこともプロの選手たち一生懸命教えてくれてましたので、そういうことに触れ合えるような場を作っていきたいなというふうに思ったところです。選手の皆さんや関係者の皆様に心から感謝申し上げたいというふうに思います。それからスポーツの話題でいきますと、磐田、直接関係ないんじゃないですかと言われそうなんですが、三円ネオフェニックさんの三円の円は遠州の円ですから、この地域もチームに非常に関わりを持っているわけでありますが、昨日おとといと浜松アリーナで、浜松での開幕戦というか、やっていただきまして、5000名弱の方々がブースターが集まって、非常に私も初日に行きましたけれども、本当にいい雰囲気でありました。私が座った周りがどうやら磐田大中学校の生徒さんだったようで、試合終わってからですね、市長ですよねなんて言って声かけられまして、磐田からもたくさんのやっぱりバスケ好きな子たち、またはスポーツな子た好きが好きな子たちが見に行ってるんだなというふうに思いまして、これもなんか温かい気持ちになりました。今中地区の首位を、とにかくトップを快走中ですので、このバスケの方もしっかりと磐田市としても支えていくというか、応援をしていきたいなというふうに感じた次第でございます。それからここから報告事項の1点目に入っていきますが、レブズの関係であります。ここにはふるさと納税の話から入りましたが、昨日ですね、12月の17日にホストゲームの開幕戦、このヤマハスタジアムで行われまして、自衛隊の飛行機は飛んでくるわ、恐竜はいるわと、また陸上自衛隊の皆さんたちもお手伝いに来てくださっていて、こう今までにない雰囲気のこうスポーツとエンターテインメントを掛け合わせたような気持ちのいいですねスタジアムを作ってくれていて、あれならこうラグビーに関心がないとか、スポーツにあまり関心がないけれどもちょっと行ってみようかなという方を入り口にして、新たなこうスポーツファン、ラグビーファンを作り出す、生み出すという仕掛けになっているなというふうに感じた次第でございます。この取り組みも大変良くて、ただ試合は残念ながら負けてしまったわけですが、昨日は劇的な逆転勝利で今季初勝利を飾ったということを報道で、拝見をいたしました。これからもですね、1月には中学生の一斉観戦がありまして、これ私としては初めての取り組みになりますので、磐田でもいい試合を見せていただきたいなというふうに思います。そのレブズさんがふるさと納税の返礼品事業者になってくれまして、参加が決定をいたしました。25日今日の正午から受付開始ということでありますので、この後受付がスタートいたします。
3点今回はまずはということで協力をしてくださることになりました。まず1つが、選手との夢の90分特別レッスン体験ということで、寄付金額は50万円と非常に高いわけですが、高額なわけですが、限定2組、1組につき2名までということで、2名の方がですね、選手と90分、特別レッスンを選手から受けられるということで、これいい企画だなというふうに感じた次第でございます。体験型ですね。それから2点目が、レプリカのファーストのジャージということで、選手直筆サイン入り、これは寄付金額は6万円から限定3点ということになっています、このサインは好きな選手の指定が可能ということで、これもなかなかない取り組みじゃないかなと思いますから、本当にレブズさん協力してくださっているなというふうに思います。それから T シャツも同じく直筆サイン入り2万円からということで、こちらは限定5点ということになっております。磐田市が誇るですね、ラグビーの静岡ブルーレブズさんがこうして協力してくださっていることを大変ありがたいなというふうに思います。そして、ふるさと納税はラストスパートに入っております。12月末までが一つの区切りでありまして、この1週間がやはり一番ふるさと納税駆け込みで多くなりますから、私たちとしても今年もこのふるさと納税を通じて市内のいろんなこう特産品を注目していただいたり、今の体験型に代表されるように岩田市の魅力を外に伝えるいいプロモーションの場だというふうに思っておりますから、ふるさと納税ラストスパートということで、ぜひ多くの岩田市外の皆さんにご協力をいただきたいというふうに思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いをいたします。さて、ここからはですね、今回の3つのテーマについて話を進めていきたいと思います。まずは2023岩田市重大ニュース、第1位はジュビロ磐田 J1 昇格、横内磐田で J1 へということでございます。今回はですね、この1ヶ月間の1ヶ月間というより12月に入ってから12月10日までの10日間で募集をいたしました。892名の方が最大10個まで投票を可能ということで、どなたでも投票をしていただいた次第でございます。で、磐田市の特徴として、磐田市で、行った、イベントとか出来事を中心に、項目を挙げさせていただいて、それに対して投票していただいたということでございます。今申し上げましたように第1位は、ジュビロ磐田の J1 昇格ということであります。今年は FIFA の裁定によって、スタートから厳しいことが予測されましたし、新しい社長、そして新しい監督を迎えてのスタートでありましたので、もちろん不安は抱えてでありましたが、私たちもチームを J1 1年で昇格させるんだという、そういう思いを持ってこの1シーズン応援をしてきました。信じてよかったなというふうに思っております。また新しいスターも誕生し、後藤圭介さんという選手が開幕戦から非常に活躍をしてニューフェイスとして頑張ってチームを引っ張ってくれました。ベルギーの方に移籍をされるということで、先日も挨拶来てくれましたけれども、非常に期待をしているところであります。また今年は移籍がとにかくできなかった、また加入いただけなかったということで、チームがとにかく一丸となって戦う姿を市民も目の当たりにしたというふうに思っています。この一丸となるということ、やはりこれもチームスポーツの醍醐味かなと、個々で戦うこともそうですが、チーム一丸で勝ち切るんだということ、思いを一つにするんだということの大切さを、この横内磐田から今年1年大いに学ばせていただいたなというふうに思っております。市民からもやはり、この倍とまでは言いませんけれども、倍近い票で1位になることができました。2点目です。2点目というより2位です。2位は台風第2号により、2年連続で磐田市に甚大な自然災害が発生ということで、こちらについては6月の2号により、まだ影響を受けている世帯がございますので、心からお見舞いを申し上げたいというふうに思います。12月に入ってから地域の方々からも改めて市として見回り活動をしてほしいという要請ありましたので、職員に回らせましたら、やはり数世帯でありますけれども、取材もいただきましてありがとうございました。数世帯でありますけれども、やはり今後のフォローアップが必要だという結果が出ました。被災直後は、大丈夫だったよとか、もういいですよって言っていただいたようですけれども、やはり心境の変化とか少し落ち着いてから
こう心の悩みとか、こう家計の悩みとか、いろいろ出てくるんだということが、災害の特徴かなというふうに思います。そういう意味でも引き続きしっかりと伴走をしながらということと、改良復旧に向けて今日もこの後敷地川についての流域治水の対策の推進協議会がスタートいたしますけれども、しっかりとこの改良復旧、それから流域治水に向けても着実に進めていきたいというふうに思っております。3位です。3位はスポーツの街として思い浮かぶ全国市町村ランキングで岩田市が第1位に返り咲きということで、これも大変嬉しいニュースが入ってまいりました。昨年は2位でありましたので、また1位にすぐに元に戻ることができて大変嬉しく思っているところでございます。スポーツの街としてのブランド、これも大切にさらに進めていきたいというふうに思います。4位から10位については資料の通りでありますが、4位は深川舞さんが静岡岩田 PR 大使に就任、そして5位がホームゲーム一斉観戦がまた元に戻って声出し応援が可能になりましたよということ、そして6位が、岩田駅前に県内初の夜間中学校、県立富士の国中学校が開校したこと、7位がホームタウンのジュビロ岩田ホームタウンの拡大、そして8位が岩田夏祭り花火大会、これ5カ所で今年は開催させていただきました。9位が裸祭りも4年ぶりに完全復活ということで、堂入りと鬼踊り、私も参加させていただきましたけど非常に盛り上がったところです。そして10位が鈴木さんとスカイドライブさんが空飛ぶ車を市内で製造開始ということで、決定をしたところでございます。票数についてはそれこそ資料の通りでございますので、ご確認をいただきたいというふうに思います。そして最近恒例になりつつあります今年の一文字、ということですが、今から発表させていただきたいと思います。はい、今年の一文字は再び再生の再です。ここに込めました思いは、1位から3位に入っているランキング上位のところが、皆さんやはり再びという文字がぴったりの3つなんですね。ジュビロ磐田も再び J1 へ、そして台風2号も残念ながら再び被災してしまったということ、そしてスポーツの街として再び1位に返り咲いたということであります。これ以外にも磐田市としての事業というわけではないんですが、コロナ禍が戻って再びみんなで会うことができたとか、再びお祭りができたとか、再びいろんな日常が戻って賑やかになってきたということもありますし、どうする家康もある意味再びこの磐田市が当時この遠州の国府中心地であったということを印象づけるようなキーワードがいくつもあったように思います。そういう意味ではこの再びやるべきことがはっきりした1年だったかなというふうに思いますし、原点に立ち返れた1年だったかなというふうに思います。来年ですね、令和6年については辰年でありまして、龍というのは岩田で言えば天竜川がありますし、龍陽もありますから、岩田に縁起があるというかゆかりがあるというふうに思っております。昇り龍のようにですね、飛躍するという1年にしていきたいという思いも込めまして、再びここからという、そんなメッセージを込めさせていただきました。はい、それでは2点目でございます。2点目は豊田北部幼稚園と豊田北保育園を再編をいたします。民営化による保育環境の早期改善に向けてということで発表させていただきます。こちらについては施設の老朽化と保育需要に対応するために令和8年4月を目標に統合民営化する新たな認定こども園の開園を目指してまいります。で、新園舎は令和9年4月に開校予定の県立特別支援学校北側に建設予定でございます。また後ほど図面をお見せしたいと思います。新園の概要につきましては、現在ですね、北部幼稚園には71名、北保育園には99名が通っておりますので、合わせて150名程度かなというところで、幼保連携型の認定こども園を設置したいというふうに考えております。面積はおおむね5800平方メートルでございます。場所につきましては、それこそ、今、ワクチン接種センターになっていて、これから
こちらの場所が県で特別支援学校を設置していただくことになっている予定地でございます。その北側の今幼稚園の園舎が建っているところをうまく園舎を生かしながら、今の園舎をこう生かしながら工事を進めて、空いているところに建てて、そちらを閉園させていくということになりますけれども、この北部幼稚園の敷地内に新しい園を建てさせていただきます。今後のスケジュールといたしましては、すでに運営法人の選定プロポーザルを実施をかけていきます。そして新園舎の設計、そして新園舎の建設工事を令和7年に行って令和8年に開園ということであります。隣に県立の特別支援学校、これまだ名前も何も決まっていないわけでありますが、今豊田北部小学校、まだワクチン接種センターとして使っておりますので、使えるところは残すんですが、使わないところは解体してきますので、令和6年に解体をして新校舎設計して、7年8年と新校舎の建設をして、9年の4月から開校予定というふうに聞いているところでございます。でやはりこの効果としましては、当然新しい園舎になる保育環境の改善とか、民営化によって保育サービスの拡大ができるほか、特別支援学校と隣接する園になりますので、インクルーシブ保育、教育の充実を図っていきたいなというふうに思います。もともと地域の皆さんに説明するときにも県と話をしておりまして、できるだけ地域に開かれた学校にしてもらいたいという話を進めてきたところであります。園児たちと障害を持った子どもたちのつながりや関係性、それから先生同士の関係性みたいなものもね、できるといいなというふうに思っているところでございます。そして最後に、子ども保護者、地域住民の負担軽減ということで、やはり工事に同時に入ることによって工事の期間が延びずに一気にまとめて工事をすることができるということで、園児や住民の負担軽減になるということも期待をするところでありますし、既存園の近くに新園が設置できるということもプラスではないかなというふうに思います。いずれにしましてもインクルーシブ教育が進むということ、これいろいろと私たちも仕掛けを考えていきたいなというふうに思っておりますし、県立の学校との連携になりますので、このあたりは県としっかりと調整しながら前に進めていきたいなというふうに思っております。それから3点目です。中等園消防司令センターの高機能消防司令システム更新へということで、 DX で詳細情報を関係者で共有し、より迅速対応円滑連携へということでございます。すでに福出支所の中にこの中等園消防司令センターというのは運用をずいぶん前から始めておりまして、現在六市町で構成をしているところでございます。岩田から御前崎までのですね、六市町でございます。でここで運用しているわけでありますが、現システムの更新時期になりましたので、新しいシステムに更新をしていきます。でこのタイミングで報告させていただきますのは、9月議会の方で承認をいただきまして、おおむねこの新しい機能というものが確定をしてきましたので、皆様に報告する運びとなりました。運用開始時期は再来年度の4月1日でありますので、来年度1年間かけて工事準備を進めて再来年度になります。ですから今現場はどうも聞くところによると工事中と、工事がすでに始まっているということでありますが、工事をやりながらということですから、現場の絵は少し先になりますけれども、ご承知おきいただければというふうに思います。委託業者は日本電機株式会社さんでありまして、業務委託料は18億ということであります。岩田市負担額と書いてありますのは、六市町で安分するからでありまして、岩田の負担額は6億8719万5000円ということになっております。財源等は明記の通りでございます。主な新機能としてはですね、病院の連携システムということで、この主要5病院、岩田病院とか中等園の病院等々と救急隊医師との連携強化で、タブレット等を活用した患者の情報とか映像画像の共有ができます。それから映像通報システムということで、119番の通報者のスマートフォンの映像共有機能を利用した映像による119番の受信及び救急法指導映像等の配信による救命率の向上が図られるということ、
それから3点目がタブレットの端末ができるということで、現場でタブレット端末した救急活動の DX 化を促進できるということ、そして最後に自動出動音声機能認識機能というものがついておりまして、今まで音声を聞いたもの、それを手書きでメモしたりしていたわけでありますが、もうどん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 これ、文字置換をしてくれて災害現場の確定の支援、いわゆるスピードアップが図られるということがあります。今六種町で運営してますので、六種町のそれぞれから署員に来ていただいて、あそこは運用しているわけですが、地名とかですね、やはり多市町だとわからないところがありますから、その言われたものをすぐに地図で表示するとか、そういうこともできるということでありまして、このシステムを指令装置の中に入れるのは全国でも初めてということでありますので、この中で全国で初めてというのはこの4点目の自動出動音声認識機能というところが全国で初めてというところでございます。で現在もですね、また皆様にはこう年明けてから発表することになると思いますが、今日現在で救急の出動件数7122件ということで、昨年は12月31日で1年間6775件ということでありましたので、昨年も過去最高を更新したということでありますが、今年すでにこの時点で昨年から約400件近くですね、上回っているということであります。高齢化もあって救急出動が増えているということでありますから、より対応も迅速化していかなくてはいけないということで、このシステムの更新に至っているわけでありますが、年末年始も多くの方々が毎年搬送されるようでありますので、市民の皆さんも十分にさまざまなことに気をつけれるところは気をつけていただきながら、良い年末年始をお迎えいただければというふうに思います。私からのこの12月定例記者会見の内容については以上でございます。よろしくお願いいたします。